はいみなさんこんにちは及川かなです、えー、今回はですねなおチャンネルについてお話ししたいと思います、えー、私が YouTube なおチャンネルを開設したきっかけですねえっ、ー、と私が元々ですねあの SNS とか、えー、まいろいろやってる中で動画をですねあんまり上げてなかったんですねあの結構インスタだったらこうストーリーとかねこうこまめに上げている人も多いと思うんですけど。 で、あーなんか YouTube ねやってみたいけどえー、大丈夫かな、えー、見てくれる人いるかなぐらいに思ってたんですそういう時に、あのー、いろんな方とお話ししていく中であやっぱりやってみようって思いまして何からやろうかなって、はい、まあやるって決めたけど何からやろうかなって思って最初結構「YouTube 始めました」っていう自己紹介動画とかあげるじゃないですか。 <laughs> でもあのあのそれはんあんまりピンとこなくてもういきなりディレクターさんとお話ししていく中で「やりたいあガチャやりたいっ!」て思ったんです <laughs> YouTube とか、まあ、テレビでもやってらっしゃると思うけど「千円ガチャ」っていうものの存在はしてたんですけどあこの機にじゃあ思い切ってやってみようかなって思って第1回目は「千円ガチャ」にチャレンジしましたね。 あの結構自分であのリサーチして何軒かある場所を探してそ <laughs> れでそこに撮影しに行って本当にあのリアルに1台目で本当に千円札入らなかったりとかねああいうトラブルもあったりで、まあ、5,000円の予定だったんだけどまあ第1回目だしなちょっと。 って思,って思い切ってねちょっとまあ奮発しちゃいましたよね1万円分ねであれまあねあのいただいたその商品はねあのずっとまあ保管してありますのでねまた今後外に出てあのお披露目できたらなと思ってますようんなんかどんな形でかちょっと考えていますけどもねあのそうですねで1,000円ガチャやってあのその後まあ 実はもう1本本当は取ってあるんですけどね。まだね世に出してないものがあるんですよ実は。だけどそれをアップするのを一旦保留にしてあります。実は。それはま今後出しますからね。はい。これはまた一旦置いといて、あとはもうそこからはもう自粛生活が始まりましたので、あのー、そこからはもうずっともう室内であのできることをいろいろ探しながら。 はい、発信しております、はい、気,気になるでしょうこの2本目ねこれね私もちょっと早く出したいんですけどね、まあ、これはこれでまた落ち着いてから出したいと思いますけどね。それで、えっとまあ、スタートの時期がちょうど私の4月21日っていうお誕生日にあの始めようっていうふうに前もって決めてたのでねで4月21日にその1000円ガチ茶の動画をアップしてもらって。 でその後はもう自粛生活になったのでもう室内でできることをいろいろ考えていまして料理したりあの私のいろんな大雑把なところが、まあ、あらわになったりあのミニ四駆作ったりとかねミニ四駆も本当前後のタイヤ逆ですしね本当にもうだからあの本当にもういろんな人からちょっと言われましたよ。あの <laughs> あのねあのミニ四駆好きなね友達とかがねもう見ててすぐに分かったってあと手でちぎっちゃダメって言われたりとかね <laughs> いろいろ突っ込まれましたけどねはいあとはまあそうですねリモート飲みねしたりとかね松島えみちゃんとかうんだからまあ室内でできることもいろいろありますしねやってみて思いましたね。ななんんかか寝る前になんか ちょっとお酒飲みながら眺められる番組だねって言われるのが結構多くてそれ嬉しいんですね、うん、なんか「わ」っていうキャラでもなく私は本当にもう普段のままなのでねだから YouTube をやってよかったなって思うのはそういうとこかもしれないですねあの意外と喋ったらこういう感じなんだとか、うん、なんか「緩いね」 っていうまあ褒め言葉として受け取ってるんですけどもはいそういうだから素の部分をね知ってもらえたらいいなと思って始めましたのでね、うん、その方々にあの見てもらえてるのは嬉しいですねほんとねだからこのゆ「ゆるさ」ゆるゆるさって自分で別にゆ「ゆるい」って思ってないんですけどあの自分なんですねこれがねもうほんと素なので。うん だからテレビとかそうラジオとか映画とかそうお芝居とかいろんなねジャンルのお仕事をもうこれからもやっていきたいんだけどここはなんか自分の発信できる等身大の自分でこれからもいたいなと思っています。料理についていろいろまれてろろ <laughs> もうだからキャベツの千切りは太いのは分かってるんだってば <laughs> 私もびっくりしちゃった確かに千切りってもうこんなもう1ミリに満たないぐらいの、ね、千切りにしたかったんですよ気持ちはねなのになんだかこんなやっぱ <laughs> 5ミリぐらいになってたし <laughs>、はい、やっぱね料理のツッコミはありますね でもなんかあのあれでしたよ「お好み焼きもひっくり返すのがあのワイルドでしたね」って <laughs> <laughs> 言ってもらったりとかね、うん、そうだから私の「なおチャンネル」の料理動画をご覧になって「あーもうそんなんじゃダメだよ」とか「あのあのもっとこうしたらいいのに」とかツッコミをしたい気持ちはもうわかりますよ分かってますよ。だから そういう方のあなたの奥様、もしくは彼女さんお料理上手ということです。もう奥様に感謝しましょうね。あの、私の動画を見て、あこのお料理の仕方かと思いながらね。あ、奥様はこんだけお料理上手なんだなって改めて感謝しましょう。<laughs> そのために見続けてくださいね。<laughs> はい。 さあそれではですね、今後ですが、なおチャンネルの今後はねあの、いろいろやりたいことあるんですけども、やっぱり生配信やりたいんですよ。生配信はね、リアルタイムであのまあ、コメントとかですよね、チャット機能がついてるんですよね。で会話ができるんですよね。会話というかまあ、メッセージでね。 やり取りできるっていうそのリアルタイムでその、うん、会話できる場ってあんまないのでそれはやりたいです、うん、生配信やるとしたら何がやりいいですかねなんか一緒にお酒飲みながらでもいいし一緒になんかゲームとかもしたいしなんか考えてますが皆さんもしこういうのどうとかあったら是非。ぜひ 送ってくださいね、はい、あとあれですねなんかまあみんな皆さんいろいろやってるコラボとかねまたねあのコラボ YouTube 動画やってる人とのコラボなんかもねなんかねやってみたいなとも思いますしうんまあなんかできることはたくさんありそうなので模索しつつ楽しんでいきたいと思っていますので「なおちゃんねる」今後とも是非末永く お付き合いください。よろしくお願いします。